1992年の横浜太陽ホエールズでは、1992年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。この年の横浜太陽ホエールズは、須藤豊監督の3年目のシーズンである。前年オフに、中山博明が幼児への強制わいせつ事件を起こし、退団、さらに肝臓癌で休養していた、大杉勝男前打撃コーチが退団するなどくらい、ニュースの 相次いだ対応は、ラリーシーツを獲得し、打線の強化を図った。しかし開幕ダッシュに失敗し5月終了時までに、借金11、その責任を取り須藤監督が5月3日から休養し、江尻ヘッドコーチが監督代行に就任した。江尻新監督は、チーム改革に着手し、先発だった森田美幸妃をセットアッパーに配置転換して、森田 佐々木和弘のダブルストッパー体制を確立し、須藤が育てていた石井拓郎、新藤達也らの若手を積極的に起用した。これらの改革は功を奏し、チーム状態が次第に上昇した。しかし開幕ダッシュの失敗が響き、シーズンを5位で終えた。また、親会社の太陽漁業が CI を導入するのに、伴い球団創設の1950年から使われてきた。 太陽ホエールズの名称が使えなくなり、翌年から名称を横浜ベスターズに変更することが発表され、横浜太陽ホエールズとしての公式戦最終戦となることが決定していた試合に、太陽一筋15年で134勝を挙げこのシーズン限りの引退を表明していた遠藤和彦が先発した。この試合の3番手でルーキーの三浦大介がプロ初登板しており、 ホエールズを長年支えたエンドとベイスターズを長年支えた三浦の新旧エースが共演した最初で最後の試合となった。投手陣は前年15勝の野村裕樹が開幕から打ち込まれる試合が多くわずか5勝に終わり、セットアッパーの森田が最優秀防御率、守護神の佐々木が21セーブを挙げるなど、9援陣の活躍でチーム防御率3.75と検討。 打撃陣は本塁打が97本で前年より増加したもののチーム打率再開に終わった。ありがとうございます。